いくよ。はい。こしょこしょこしょりんこ。皆さんこんばんは。元男の子の青木かのんと激辛ジョニーです。幼なじみ。幼なじみです。ママ帰ってきた。今回はいつもと違って少し真面目系なトークをしようかなと思ってて。ね、まあ、私たちは小学校から、まあ、中学も同じ中学校だし、野球部もね一緒に活動したチームメイトでもあるんですよ。その時の男友達がさ、要はさ、ジョニーが見たらうちそうじゃん、男友達じゃん。まあそうですね。今回私が聞きたいのが、青木かのんは中学時代から変わった点と変わらなかった点、この2つを教えてほしいんですよ。で、まず最初に変わらなかった点から教えてもらえますか。まあ、変わらなかった点はあれじゃないですかね、やっぱ元々ある性格。あ、性格変わってない？性格変わってないんじゃないですか。当時からちょっと変わってたじゃん。あ、そう。ね、学校の中でもちょっと悪ガキじゃないですけど、いたずらっ子だよね、どっちかっていうと。うん、面影は残ってますね。なんか動画とかね、見てたりするけど、動画の尺がさ、はいはい、あのすぐ終わっちゃいそうだからさ急遽じゃあ、はい、あの変わらなかったところ他にもあともう一個教えてください。変わらなかったところ2つずつ言おう。まあ2つずつ、うん、まあ関わり方。ああ、うん、だからもうね、青吉自身は周りは何も変わってないわけじゃん。うん、自分だけ変わっただけだから。そうそう、だから周りが見る目が結構変わったっていうのが多いんじゃないですかね。性別を変えたから声かけづらいとかいう人いるんじゃないですか。いるいるいる。あ、やっぱいるんだ。いるよ。うん、逆になんか高校時代の友達とか特にそうなんだけど、うん、なんだろう、お前が性別男から女になったからか、なんか俺たち男友達はお前に昔の当時のようなノリで行くのをちょっと躊躇しちゃうみたいな、なんか女扱いしないとまずいんじゃないのみたいな、どうしたらいいこれからみたいな感じで悩んじゃう人がいる。仲良かった友達特に。そうなんだ。うん、なんか逆に仲良かったからこそ悩んでしまう部分もあるみたい。いやだからその高3の時になんか一回あったんですよ。そこも別ですからね。うん、ホルモン、うん、やってホルモン、そう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 、始めたての時だよね。そう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 、その時にあの言われた時になんか別にもういつもと全然変わらない、前と同じような変わらない、本当深刻な感じで、あ、私こうっていう感じじゃなかったんで、深刻じゃないからね別に、うん、まあ、その全然気にせずに今まで通り僕は接してましたね。うん、変わんない。うん、まあうちがもともと根本がそういう、なんだろう、暗いっていう感じになるタイプじゃないから、うん、まあ、女になってもう別に生きていけんじゃないのって、むしろ女になって芸能人になっちゃうみたいないう感じをうちも思ってたから ね、 ね、そうなの。そうそうそう、よくサインとか書いてたもんね、自分のね。今思うと恥ずかしいよ将来有名人になるから今のうちにもらっときなさいよみたいな。やったやってた、恥ずかしい。今思うとね、何やってんだろうなみたいな、うん、卒業アルバムに残ってますからね中学校のごめんね、卒業アルバム汚してしまってまた書くよ新バージョン高く売れそうですね売れますよ。あ、そう、メルカリにうちのねサインがね、はい、出て、しかもそれうちがなんか名古屋か東京かわかんないけどどっかのイベントで、はい、販売した物販のサインなの、はいはい、それがね、メルカリ2000円で売られてたの。おー、サインだーと思ってサインじゃねーってうん、メルカリに出品できちゃった。そう、1000円でうち販売したのに2000円で売ってるから下げちゃねえと思って2倍の値段取ってる。本当だよ、うちを利用してね、あのお金儲けしないで、ね、あ、ごめんなさい。じゃあ次の、はいはい、何を渡したい、変わった点を。変わった点、じゃあ2つ。変わった点は僕もその YouTube 始めて結構ね、1週間に1回ぐらい会う機会が増えててなんかその話してる時がなんか昔と比べてすごいよく考えるようになったなっていう。そう、うん、じゃあこうなったらこうしようとか、こうするためにはこうしてこうとかなんか頭の回転がすごい速くなったなっていう。まあこれちょっとね、上から目線になってしまうかもしれないですけど。いや、全然ありがたいです。昔と全然違うな。昔はもうなんか本当に単細胞でね、あーとか学校にね、ウィンナー持ってきて、うん、この股間につけてウィーってやってたからね、うち。俺は股間を出してるんだとか言いつつね、あの、なんか普通にソーセージっていうね、うん、ヨガな、まあ、はい、どうぞすいませんね、中断してしまって。いやいや、めっちゃ怒られてたもんね、うん、ああ、だからそうですよ、すごい考えるようになって。で、ね、動画上でもさ、トーク動画とか出してるじゃん、結構。ああ、だから見てて、あれとか10分以上しゃべくり倒してるじゃん。いや、でも本当視聴者さんのおかげなの、それって。あ、そうなの。あの、やっぱ視聴者さんの生配信とかでコミュニケーション取っていくと喋れるようになった、うん、昔よりは。じゃあそれは、じゃあ YouTube を始めて、うん、感謝してます、ありがとうございます。すごいね、うん、
まあ養子はもちろんですよ。養子って言ったらどうなの、これは。はい、まあ当たり前じゃん。変わってなかったらやばいでしょあれ。まあね。もうゴリゴリみたいな感じだから。そう、今思ったけど、なんかすごい思いやりというか人間味がね、すごい増し、なんか以前より増したかなと思ってて。そうですか。そういうあれだったらね、なんかめっちゃ、ね、お世辞みたいになって、全然なんかね、それはやっぱ女性になったからっていうのは分かんないですけど、結構気遣ってくれますね。僕が YouTube 始めてね、あれ大丈夫、これ大丈夫とか。母性本能ですかね。母性本能ついたんですか。ついたかもしれないですね。ホルモンやることによって、はい、なんかこう脳内のホルモンもさ、すごい自分の性格に影響するみたいなの。でホルモン投与することで性格も変わるっていう。だから多分根本は一緒だけど、なんか変わるんじゃないかなって。あ、ごめん、またと入れちゃった。とまあまあ、でもそんな感じでね。だからなんかやっぱ結構昔とそういうなんか内面っていうかところがすごい変わったなっていうのがあって、やっぱりだってあれじゃないですか、性別を変えるって並大抵のことじゃないじゃないですか。だからそれの経験があってからすごい変わったんじゃないのかなと、うん、ジョニーは勝手に推測してますけど。人の痛みをね、あの、分かるようになった。違う、自分が辛い、まあ、何くそって思ったから、なんか人に優しくしちゃうんじゃないのかなみたいな。分かんないよ、ごめんなさい、自分で言って恥ずかしいけど。でも、まあ、丸くはなったと思うの、なんか、そういう意味ではね。そうだね、それはよく感じますね。ありがとう。女子力がついたんじゃないですか。あ、そうですか。いや、それ言われるとちょっと照れますね。誘惑するなよ。してねえわ。今回はジョニーさんにこういうことをね、はい、いろいろ真面目に聞きました。真面目に答えました。いつもね、ふざけ倒して ね、この前スクール水着着てたりとか。ね、この動画で初めてね、見た人がね、いきなりそっちの動画見たらね、びっくりするだろうね。びっくりするか、いい刺激にね、あの、お互いなれるように私も頑張るんで、これから引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。気持ち悪いな。変な感じですね。よし、じゃあ終わりましょう。はい、激辛ジョニーさんのチャンネルは画面の下に、リンクありますので、ぜひそちらも見てね。私もそちらに出てます。はい、見てくれような。うもしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル、アワカノの秘密箱は画面の下にリンクありますので、そちらもチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。明けましておめでとうございます。まともに動画で新年の挨拶してなかった気がするんで、急遽今撮ってる次第でございます。あ、びっくりした、どうしたの、なになになに、何ですか。いや、でも噛まないでよ。久しぶりに実家で、もう挨拶してんだから、もう髪の毛ぐっちゃぐちゃになっちゃった。実家でお父さんと昨日話したんですけど、まあね、相変わらず元気そうでよかったですよ。ねえ、ジョゴちゃん、ちょっとお尻を向けないで私に。こう見えてもね、中堅 YouTuber ですよ。ちょっと、今寝起きなんで全然頭回んないんですけど、家族っていいな。2019年のまたね、一つ目標ができましたよ。一家の団らんをもう少し増やすっていうこと。昔みたいに旅行とか、ね、家族旅行みたいなやりたいですよ。まあそんな感じです。2019年もよろしく。チョコちゃん、うん、動画撮ってんのになんでここからいなくなるの。昨日からくしゃみが全然止まんない。